梅津和夫は日本の漫画家、タレント、作詞家、作曲家。血液型は O 型。初期には山地和夫や梅津和夫の名義による作品もある。和歌山県伊都郡高野町に生まれ、奈良県五条市に育つ。1955年に貸本漫画家としてデビュー、週刊少年サンデーなどに作品を発表。代表作に漂流教室、 マコトちゃん、私はシ吾など。作品は恐怖者から SF、ギャグ者、時代劇まで少年者、少女者、青年者を問わず幅広いが、一般にはホラー漫画の第一人者として知られる。1995年以降、検証演などといった理由で漫画は休筆中で、現在はタレント活動を精力的に行っている。 東京都武蔵野敷地上地南町に住居兼オフィスを構える。1936年9月3日あるいは9月25日、和歌山県伊都郡高野町に生まれる。本籍地は奈良県五条市だが、父方は一族全部が教員という家系であり、父、君をも小学校教員をしていたため、幼少期は奈良県の山間部の壁村を転々とした。高野町で生まれたのは、 出産の便宜のため。なお、父は、囲碁が好きで、囲碁大会に、奈良県代表として、しばしば出場し、高島忠夫の父とは、囲碁友達だった。なお、梅漬けの祖先については、祖,祖父より、前の世代の親族が、奈良県外から来たらしいということしか分かっていない。3歳から6歳までは、奈良県宇田郡葬任村で過ごし、父から、 地元の伝説や民話を聞かされて育つ。6歳からは、五条市に住し、東京に出る27歳まで、そこで過ごす。ちなみに、五条市に隣接する和歌山県橋本市は、梅津青年の散歩コースでもあり、橋本市の広報市に4コママンが、お天場日記を載せたり、橋本駅前に、誠ちゃんの像が建てられたりと、縁がある。1947年。 小学5年生の時、手塚治虫の新宝島を読み、漫画家になることを決意する。はじめは手塚を模倣して描いていたが、プロを意識し始めた、中学生時代に手塚町を廃止、初山茂や竹井竹雄など動画家の影響による、作風で漫画を描き始め、神戸の海満クラブ、青森の少年少女漫画ルームなど、複数の同人サークルで、 積極的に活動する。中学時代は漫画少年にたびたび投稿していたが、なかなか採用されず、往復漫画が一度載ったのを最後に、同志への投稿をやめ、短歌や漫画と読み物などに作品を発表していた。奈良県立五条高等学校在学中は、音楽と美術以外に好きな学科は全くなく、授業中には漫画を描いていた。1955年。 五条高校卒業。親の言いつけで奈良学芸大学を受験したが失敗。同年森の兄弟別世界でプロデビュー。前者は海ンクラブの文通相手だった水谷武子との共作でヘンゼルとグレーテルの漫画家。後者は太古の地球に舞台を取った壮大な女子史的 SF 作品。以後、歌詞本漫画を多く発表し人気作家となる。 1961年、歌手本短編誌、2二次29号に発表した、口が耳まで裂ける時において、恐怖漫画という言葉を作った。1963年8月、同じ大阪歌手本漫画家の先輩である、佐藤正明に誘われて上京。池袋にある佐藤の事務所に居候として3年間、住む。以後、目白、高田の馬場を経て、吉祥寺にジュース。 この頃本格的に俳優を志し、年齢を下に詐称して、劇団ひまわりの青年部に入り、兵隊役座や太田博之の映画や NHK の朝の連続ドラマに出演したこともあるが、劇団の上層部の人間から宗教への入信を勧められたのに嫌気がさして退団した。また、当時俳優志望だった久保真嗣と同居して毎晩一つの布団で寝ていたことも、ある。 ただし、久保によると、と言っても、父くり合ってたわけじゃないぞ。俺はもちろん、その頃からなよなよして奇抜な服着てた、梅津もホモじゃねえからという。1966年、講段社の少女漫画誌、週刊少女フレンドに連載した、猫目の少女、蛇少女等がヒットし、恐怖漫画家として、全国的に知られるようになる。この後、週刊少年マガジン。 週刊少年キング等などでは少年向けの SF 作品、猫猫像など恐怖物を連載。最も多忙な時期で月刊誌、週刊誌合わせて5本の連載作品を持っていた。1971年、主たる作品発表の場を週刊少年サンデーに絞る。1975年、漂流教室保壊事連の作品で、 第20回小学館漫画賞受賞。同年、自作自演の LP、闇のアルバムを発表。また、この後、ギャグ作品、誠ちゃんの連載と、相まってバンド活動を展開する。作詞家として、郷ひろみや近田春夫の楽曲の作詞を手掛けたことも、ある。1982年、私は信号小学館、ビッグコミックスピリッツに、連載開始。 これに伴い、主たる作品発表の場を同士に移す。1995年に完結した14歳以後、漫画は休筆中。理由には、長年の執筆による検証縁が悪化したことと、小学館の編集者による数々の不尊な行為によって精神的に憔悴したことが挙げられる。小学館との関係は、その後、かつてスピリッツでの担当編集者であった。 江上み樹が編集長である月刊一期等が代表作を復刻刊行する等に留まっている。休室以降、現在までテレビ、雑誌等で活発なタレント活動を行っており、その明るくサービス精神に溢れたキャラクターを元気いっぱいに披露している。20代前半の頃より好んできている赤白のボーダー柄の服がトレードマークである。2005年の映画、 梅津和夫恐怖劇場シリーズの公開に伴い、絶版作品の復刻も相まって、若い女性ファンを中心に、現在もファンを増やし続けている。2014年9月17日公開の長編ホラー映画、マザーは梅津初の監督作品となる。脚本も梅津で出演もしている。自助伝の出版が決まった梅津と編集者の周辺に、怪奇現象が続出するが、 亡き母の怨念がそこにあったことを知るというストーリーで、片岡愛之助が梅津を演じる。母親役の新行事君へ、編集者役に前は耳なども出演。映画の完成披露会見では、前年の2013年に転倒して、頭部を打ったことから、慢性硬膜下血腫で8月と9月の2回にわたり、手術を受け、右頭部で 190cc。 左頭部で 250cc の血を抜き、その直後に撮影をしたことなどを明らかにした。2018年1月、私はシンゴがフランスアングレームで開催された第45回アングレーム国際漫画フェスティバルにて遺産部門に選ばれた。2019年、文化庁長官表彰。2021年8月、公式サイトにて1995年の14歳。 以来26年ぶりとなる新作漫画を発表することを告知。なお、妖怪伝ネコメ構造は、テレビドラマ化作品に記述他多数。ありがとうございます。